ありがとうございます。先ほどまでは国際協力に興味を持ったきっかけから語学留学でレバノンに行かれたところの部分をお話しいただいたんですけど、もう少しレバノンのお話ししていただこうかなと思ってまして、はい、レバノンでの生活っていうところで先ほどルームシェアされてたっていうところはお聞きしたんですけど、はい、食事ってどういうものがあるのかなっていうのをお聞きしたくて、どんな食事が出るんですかレバノンって。レバノンの料理はめちゃくちゃ美味しいんですけど、はい、あ、そうなんですね。シェアハウスをしてると結構自分たちで作ってたりするので、はい、そんなにレバノンらしさはないかなって感じなんですけど、ただ朝ごはんとか昼ごはんとか、うん、外に買いに行って気軽に買える場所っていうのが結構あって、うんうん、例えばシャワルマとか、シャワルマ、トルコのケバブサンドみたいなのラップバージョンで想像してもらえればいいんですけど、なるほど薄いナンにチキンとか羊肉とかを入れて、うん、はい、あ、なるほど。でそこにキャベツの千切りと、あ、やばい、食べたことあるかも。あ、本当ですか。たまにフライのポテトも入れて、うん、あるかも。巻いてニンニクソースをめっちゃかけて食べるっていうのがあって、はいはい、いや、めちゃくちゃ美味しそうですね。めちゃくちゃ美味しいんですよそれが一番美味しいファストフードです、ね、そうなんだ。主食は何になるんですかレバノンって。主食はクブズっていう薄いナンが、はい、一番多分食べられてるかなっていう感じで、それと合わせて何かお肉とかを食べるような感じなんですか。そうです、シシケバブみたいな肉とかサラダとか、もう何でもかんでも薄いナンに挟んだり乗せたりつけたりして食べて、あとはひよこ豆のディップとかナスとかいろんなディップがあるのでそれにつけて食べたりして。あ、じゃあもうバリエーションはすごい多いんですね。めちゃくちゃあります。確かに美味しそうな気がするかもしれない。美味しいです。ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあレバノンの魅力についてもう少しお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、大竹さんが一番感じるレバノンの魅力って何ですかね。レバノンの人のエネルギー、うん、へー、どんなところで。私が留学に行ってたのが2019年の9月からだったんですけど、はいはいはい、ちょうどその次の月の10月にレバノン史上最大規模って言われる反政府デモが起きたんですね。そうなんですね。で、なんかそれは結構長引いていて、最初の1週間とかはそのせいで通行止めになったり学校に行けなかったりしてて、ちょっとイライラしたりしてたんですけど中東のデモっていうのもあってちょっと怖いかもしれないなとも思ってたんですけど、ただみんな楽しそうにデモに行くんですね。だから、まあ、ちょっと様子を見てみようと思って一緒についてったら、はい、みんな旗を振りながら歌って踊ってデモしてて、で、まあ、その状況はすごい悪いので政府もめちゃくちゃ腐敗をしてて、要求してることは重くて大きいんですけど、それでもそれを訴える時に楽しく、はい、本当にパーティー好きのレバノン人の魂がこもった感じ。なるほど。どこでもパーティーにしようみたいなのをデモでもやっていて、はい、それってすごいエネルギーを感じるなと思ったので、うん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 、そういうところが私には魅力的でした。なるほど。ちなみにデモは朝からされてる感じなんですか、それとも夜もやる感じなんですか。始まったのは夜で、はいはい、その後1週間ぐらいは本当に朝も夜もずっと、はい、みんな仕事もどうせ休みだしみたいな感じ、はいはい、一日中やってたんですけど、その後結構3ヶ月ぐらいは毎日夜に広場に人が集まってデモをやるって形でしたね。まあ、日本でもデモみたいなちっちゃいのはありますけど、レバノンで見られた規模とは全然違う感じですよね、うん、そうですね。はい、ありがとうございます。レバノンで日本人の方にもお会いされたっていうところあったじゃないですか、はい、ちょっとそこの部分深掘りしていきたいなと思ったんですけど、レバノンで日本人の方いらっしゃるって何されてる方なんですか。まず私と同じような学生が他に2人いて。そうなんだ。そうなんです。アラビア語を学んで勉強していて、まあ、向こうに行って初めて知ったんですけど、はい、っていうのが全部でその時3人アラビア語を学んでる日本人の、はい、同じ学校ではなく、あ、1人同じ学校だったんですよ。恐ろしいんだけどどんな考え方をしてみんな行くの、すごいね。で、まあ、それが学生で、はい、あとは NGO で働かれてる方が何人かいらっしゃったり、まあ、でもそれぐらいですかね。あとはみんな大使館の方とか日本食料理屋さんの方、はい、ちなみに全然話変わっちゃうんですけど、レバノンにある日本食料理屋は本当に日本食ですか、はい、美味しいですか。いや、まあ場所によりけりです、ね、ちょっと待ってくださいね。これ日本人の方がやってる感じ。あ、日本人の方がやってるところは日本食です、ね、うん、あ、なるほどね、わ、はい、かるわかるそういう感じですね。あの、日本食料理屋なんだけど外国の方がやってることもありますもんね。そうですね、とにかく寿司屋が多いんですよ、うん、あ、日本より寿司屋が多くて。あ、そうなんだ。本当にスタバぐらいの感覚でお寿司屋さんがあって、うん、はい、なんかすごい安い寿司から高級な寿司まであるんですけど違う
なと思いながら。でも日本人の方がされてらっしゃる日本料理屋さんはやっぱ敷居は高いけど美味しいって、うん、もう日本そうですね、間違いなかったですね。ありがとうございます。ちょっとレバノンについていろいろ聞いてしまったんですけど、はい、続いてベイトレバノンの部分をお話しお伺いしたいなと思ってるんですけど、はい、ベイトレバノンってどういうことをされてる団体なのかっていうのを改めてお聞きしてもいいですか。はい、ベイトレバノンは日本語で日本人に向けてレバノンの情報を発信するプラットフォームとして機能してます、うんうん、はい、ありがとうございます。ちなみになんですけど、日本語でレバノンのことを発信するっていうのが目的であると思うんですけど、はい、なぜそれをしようと思ったんですか。きっかけは去年の2020年の8月にレバノンのベイルートの港で大爆発があったことで、はい、まあ、それを機に、まあ、どうしても何かをしたいというふうに思ったので、まあ、そこで募金活動を始めました。で、まあ、募金活動を私と他の学生とその同じ時期にレバノンに行ってた学生としてたんですけど、まあ、そこで今の他のベイトレバノンのメンバーの方がじゃあどうせだったらイベントをやって人を集めないかっていうふうに言ってくださって、はい、レバノンについて情報を広める発信をするイベントっていうのを企画しました。なるほど、イベントを開催されたと話だったんですけど、はい、どういうことを発信するようなイベントをされたんですか。とにかく日本で報道されないレバノンについて全部話そうっていうイベントで、そうなんですね。そうです、そもそもその募金をやっていても、はい、レバノンのことを知らない人の方が多いので、そんな知らない国に対して寄付も何もできないと思って、はいはいはい、でもちょっと知ってもらうことでアクションにつながるんじゃないかっていうふうに思ったので、レバノンの人が実際どんな生活をしてるかとか、何を食べてるかとか、文化っていうのを中心に、もうとにかくレバノン好きの日本人とか、はいはい、レバノン人留学生とかを呼んで話しました、はい、あ、そうなんですね。実際そのイベントって1日で終わったやつなんですか、それとも複数。はい、あの4日連続で毎晩やらせていただきました。それは場所を借りてされたんですか、それともなんかオンラインでされたんですか。はい、もう全部オンラインでやりました、うんうん、なるほど。じゃあその中にはレバノンの衣食住みたいな基本的なところから、はい、今レバノンで何が起きてるかっていうところまで全部言ったって感じなんですね、はい、そうです、全部。ちなみに先ほどおっしゃっていただいた通りで、レバノンの方をお呼びしたりだとか、レバノンに関係している方をお呼びしたりだとか、そういった形で多分イベントされてたと思うんですけど、何名ぐらいお呼びされたんですか。全部で11人ぐらい。11名レバノンに関わってる人がいたってこと。そうですね。あ、そうなんですね、はい、実際どんな方がいらっしゃるんですか。レバノンに昔住んでいらっしゃった料理研究家の方とか、うんうんうん、はいはい、アラブ映画の研究者の方とか、はいはい、アラブ文学の方とか、はいはい、写真家でレバノンの写真を撮ってる方とか、はい、どこのつながりでそれを知り合うんですか。もうそれはベイトレバノンのメンバーの骨で、はい、そういうことなんですね、はい、ちなみにベイトレバノンって何名立ち上げられてる団体なんですか。3人で。あ、そうなんですね、はい、じゃあもうその3人がいろいろコミュニティ全部使って11名呼んだと。いろんな方でみたいな、はい、じゃあ4日間のイベントでどれぐらいの方が参加された感じなんですか。毎日100人以上の方が来てくれて、すごいですね。ズームの上限を超えちゃったんですよ、はい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 、1日目にそんなに来ると思ってなくて、はい、まあ、20人ぐらいかなみたいな、うん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 、50人来たらすごい嬉しいよねぐらいでやってたら、はい、もうズームに入れないんですっていう連絡が来て、はい、あ、そこ100人までかっていうことになって、次の日からの Facebook でも配信をしたら、はい、そちらでも、はい、聞いてくださって。あ、そうなんだ。そうです、だから400人以上来てくれます、はい、そっか、1日100人だもんね、はい、でそれで実際そこでイベントをして、はい、で最終的には募金っていうところにお願いしたいっていうところにつなげられたと思うんですけど、はい、募金活動っていうのはその4日間でどれぐらい集まりました、はい、そうですね、募金自体は全部で3週間ぐらいやってはいたんですけど、うん、そのイベント期間とその後で15万ぐらいは集まりました。そうなんですね。その前とかイベントをやる前はどれぐらい集まったんですか。イベントやる前に多分10万前後だったので、うん、でも集まりますね。そうですね、だから本当最初はレバノン関係者とか、うん、はい、もともと知ってる方がもうメインで入れてくださってたんですけど、うん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 、イベントで新たに知ってくれた方がそこからアクションを起こしてくれた、うんうん、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあその25万をレバノンの方にお渡しするような形だったんですかね、はい、それはレバノン赤十字にそのまま募金として送金をしました。そういうことなんですね、はい、なるほど。じゃあイベントも含めて25万ぐらい集まって、はい、それを赤十字のところに寄付をしたというところだったんですね、はい、そこなんか自分で学んだこととかってありますか、イベントを通して。そうですね、もともとレバノンに興味がそこまでない人まで広められるとは思っていなかった
たので、うん、こんなに逆に関心を持ってくれる人がいるんだと思いつつ、うんうんうん、広めるだけではアクションには伝わらないなっていうところも少し感じながらという感じです、はいはいはい、なるほど。自分として納得してた部分もあるけど、はい、まだ今後の課題としても出てくるものがあったってことですかね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれまではちょっとレバノンの魅力っていう部分とベイトレバノンっていうところの今まで何をしてきたのかっていうところをお話しいただいたので、はい、次からは今後ベイトレバノンとして何をしていきたいかっていうところをお話しお伺いしたいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。